Hello guys, welcome back. This is Zack Reese from RPGsite.net, doing our playthrough of Valkyria Chronicles 3 with Part 12. So I had the problem with OBS that I had at the very beginning of the series where I forgot to change the mixing. This is the most frustrating thing about OBS. It's that if you decide to unhook your audio's hardware at any point, it just defaulted to whatever you've got, and so it wrecked everything. Decided to mix my voice with the game audio itself, so that's why you're going to hear a lot of like very quiet speaking in the background throughout this video, because I messed it up. But we'll have it fixed for next video. Thankfully, this was a very short video in the grand scheme. There was nothing really that eventful, other than we meet a couple people and do one of the missions here, so once again, apologies for doing this once again, but we'll have it all fixed for next time, so we'll get right to it. これより前方の村に急行し、士官候補生を保護する。アルフォンス、状況はどうなっている？来てくれたか。状況は遅い。何をやっているか。え？あの士官候補生の方よね。 私はランシール王立士官学校士官候補生代表ユリアナ・エーベルハルトだ。ええ、名乗る暇も惜しい。早く帝国軍を片付けるぞ。なんてもの言いだ。言ってることは間違ってねえけどな。そこ、無駄口を叩くな。ここは戦場だ。 君の言う通りだ。まずは敵部隊を排除する。話はそれからだ。貴様が隊長か？少しは分かっているようだな。総員、戦闘配置につけ。全力で帝国軍部隊を掃討せよ。 Thank you.
毎度どうもです。神様はお客様じゃなくてお金様ですよね。 Take a quick look at the table. Yoshi, jikkuri kawaigatte yaru. Thank you.
that's okay.準備は整ったな。それでは出撃する。了解だ。お前ら、命を粗末にするなよ。敵発見。 行きます。どれだけ血を流せば済むんだ。行きます。倒しました。今がチャンスだ。続くぞ。射程外か。命拾いかな。 敵発見。慌てる必要はない。当てる。敵撃破。 撃破。状況の報告を取る。
出撃しますわ。敵に突き抜けるな。すみせぶれませんわ。
行動開始。本体と合流する。交代だ。
逃がしはしない。 しない。 行動開始。逃がしはしない。 お前は運がない。 やりやがったな。 お客さんのお出ましだ。 行動開始。 了解だ。
行くぞ。常識を通じていて何の得がある。 行動開始する。 反省点もあるが。 No new potentials, so I'll just keep going. やる気だな。よし、思い出せ。 よし、新しいオーダーの発令を許可する。 Never know when you might need area evacuation. Surrounded. Same troops as always. Hopefully they unlock their potentials quickly, because I'd rather have some shock troopers, but you know, it's all means to an end. It'll make my life easier later. 帝国軍命、許さんぞ。必ず勝つ。
損傷大遅い。了解です。ダルスに気にかけて。敵発見。絶対に諦めないぞ。敵撃破。いい流れだ。了解だ。撃破なんていう手前だ。行動開始。援護します。お前は運がない。なかなかやれてないか。問題ない。これ以上危ない。危ない。
問題ない。盾になるものか、ほとんどないです。いいぞ、もっと行け。逃がしはしない。決めてやる。行くぞ。私に不可能はない。決めてやる。撃破。味方がやられた。お前ら気をつけろ。僕たちもしかしたら勝てるかも。行動開始する。敵発見。敵発見。慌てる必要はない。そこだ。この調子で行く。行動開始する。当てる。仕留めた。向こうにもあんな奴がいたとは。発見した。慌てる必要はない。行くか。
撃破です。
行くか。慌てる必要はない。当てる。仕留めた。押されている。いいレシピを思いついたと。 行動開始します。やれるよ。負けるはずないでしょ。そこよ。楽勝ね。よかった。負けてられないな。行動開始します。私の実力なら大丈夫。 楽勝ね。この調子で攻め上がるわよ。出撃しますわ。別に懐かしいってわけじゃ。見つけましたわ。 Yeah.
やってやろうかね。これでどうだい。恨むんじゃないよ。今がチャンスだ。続くぞ。やってやろうかね。グライナー、次はドイツだい。助かった、ありがとう。私がいる限り負けはせん。戦闘終了。我が軍の勝利だ。候補生は全員無事か。私が指揮をしたのだ。当然の結果だな。と言いたいが、機関らの援護なしでは犠牲者が出ていただろう。正規軍でも義勇軍でもない奇妙な部隊の手を借りたのは不本意だが、感謝せねばなるまい。当然のことをしたまでだ。感謝されることなどない。むしろ君たちもよく戦った。勝つために学び、守るために戦え。実践できているようだな。それはランシールの教え。もしあなたもランシール卒の。そこまでだ、ユリアナ。我が部隊に関する情報は機密扱いとなっている。士官候補生の君にはその意味がわかるな。はい。しかしなぜ正規軍ではない部隊に将来を約束された方が。約束された将来などない。不運一つでこんな立場に置かれることもある。軍人は環境を選べない。敵も任務も戦場も上官もそして部下もだ。それでも戦う意志を貫くものでなければ軍人になるべきではない。その気概があるなら君はいい士官になるだろう。では失礼する。戦う意志、気概か。思わぬ戦闘で時間を食ってしまったな。友軍との合流には間に合う。問題はない。よし、みんな勝てば休暇だ。休暇欲しいですね。どうせもらえないに決まってるぜ。もらえますよ、勝てばいいんです。勝って休暇です。勝たねばならない。みんなでお休みよ。休暇が取れたらセブンに名乗ってあげてもいいわ。それはますます失敗できないな。頼むぞ、みんな。どうしたんだ、やたら団結しているな。いい舞台になってきたってことじゃないかなあ、隊長。そう思いたいな。この地点で友軍と合流することになっている。義勇軍第三中隊第四小隊か。どんな部隊だろうな。あ、来たみたいよ。第四小隊の隊長補佐をしているレオン・ハーデンス軍曹だ。レオン・ハーデンス、その名は確か。負傷中の隊長代理として作戦会議に参加する。よろしく頼む。
そちらの隊長はそんなに具合が悪いのか。足を打たれてな。士気は問題ないから心配しないでくれ。了解した。ところでハーデンス軍曹に一つ質問がある。メルフェア市のアバンという少年を知っているか。アバンは俺の弟だ。驚いたな。アバンに会ったことがあるのか。ああ、兄に会ったら元気でやっていると伝えてくれと頼まれた。あいつが元気じゃないわけがない。彼も兄さんが負けるわけがないと言っていた。そうか。じゃあこの戦いも負けられないな。ではそろそろ作戦について話そう。敵山岳拠点は戦力も多く守りも固い。簡単には崩せないだろう。そうだな。正攻法だと二個小隊で攻略するのは不可能だ。うちの隊長はある程度攻撃したら撤退しようと考えているようだが。俺は二個小隊で攻略するつもりだ。策があるのか。二つの部隊を再編して陽動部隊と突撃部隊に組み直すんだ。部隊を組み直す。陽動部隊は人数を多くして一部隊しかいないように見せかけておき、敵の目が陽動部隊に集中したところへ少数精鋭の突撃部隊を送る。敵の油断を誘うわけか。奇抜なアイデアだが突撃部隊は大変だな。突撃部隊は俺が指揮する。人数は少なくていい。数より質で勝負だ。そう言われたら俺は突撃部隊に志願するしかないな。いいのか。どんな戦いだろうと俺は絶対に逃げない。後悔したくないからな。それに俺の背中を見ている弟をがっかりさせたくない。この戦い必ず勝つ。心強いな。君の戦いに期待するぞ、ハーデンス軍曹。はっ。勲章が届いたぞ。Alright, so we're going to call it there. Thanks everyone for watching. Once again, this is Zach Reese from RPGsite.net for a Part 12 playthrough of Valkyria Chronicles 3. Catch us next week for another episode. We'll have the audio issues fixed. Bye everyone.